週から令和2年度の予算審議が予算委員会で始まっております。昨日までの3日間で基本的質疑を終えて今日から一般質疑に移っているようになるんですが、それではこの予算というのを一日も早く成立させるということが最大の課題であろうと思います。連日報道されている新型コロナウイルス、これに関連しておられる厚生省とか現場の方いろいろいらっしゃるんですけども、ちょっとわからんところもいっぱいあるんだと思いますけれども、少なくともこういった感染症というようなものに対応して千葉にでいろいろ面倒見てもらったり、また他の役所のところで警察庁とか文科省、全館の学校とか出口の学校とかそういうところに収容して対応してるんですけども、いろんな意味でこういったものが起こり得るという前提で考えておかないと、いざといった時に建物は一つもありませんということになるわけです。現実ですから、そういった意味ではこういったものに対応して、今後これがさらに広まっていくと、これはいろんな意味で経済という意味では、これはものづくりの一つの部品が、自動車の部品2万点で1点でおかけたら自動車できませんから、そういった意味ではサプライチェーンという意味においてもこれ影響が出てくるということなんで、これ長期的にいろんなことを考えておかないかということも十分に頭に入れといてやってもらえないかということだと思っています。さて、それではともかく大隈、ありがとうございます。